はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、オーチメン TV さんという YouTuber の方とコラボしてきた動画となっております。で、最初に皆さんにお伝えしたいのは、ほとんどこの動画食べておりません。大食い要素はね、ほぼゼロ。ゼロでございます。というのも、やっぱりオーチメン TV さん自身ね、こう、ラーメンがもうめちゃめちゃ大好きで、僕もね、それなりにラーメン好きな方だと思うんですよ。やっぱね、二人揃うとね、もうずっとラーメンの話をしすぎまして、コアな話ばっかり、皆さんがね、ポカーンってなるような話ばっかりしてたんで、だいぶ、はしょって編集をした動画なんでね、できる限り皆さんもついてきやすいような内容にはまとめてはいるんですけれども、もしね、この二人の空気感についてこれなかったらすみません。せっかくのコラボということで、まあ、食べるのをメインではなくて、オーチメン TV さんってどんな人っていう部分をね、ピックアップしてメインにしてお話をしてまいりましたので、皆さんもぜひお楽しみください。はい、ということで本編の方へどうぞ。はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、まあ、いつもとちょっと違う雰囲気でございまして、まあもう見えてはいるんですけれども、今回はコラボ動画でございます。よければ自己紹介の方いいですか。自己紹介、オーチメン TV と申します。ありがとうございます。オーチメン TV さんで同じ事務所なんですけれども、普段から自家製麺とか、まあ、自家製でねスープを炊いたりして、自分で作るラーメンを動画にしてる YouTuber さんなんですけど、今回はねラーメンっていうかつけ麺ですね、をお作りいただきました。今回が豚のチンタンのつけ麺ですね。とりあえずはチンタンですね。とりあえずの量じゃないんですよね。とりあえずこれ一発だけじゃないってことですよね、今日。そうですね、2回あるんですけど。じゃあ見えるかな。多分ね、茹で前でいうところの800ぐらいあるのかな、下手したら5キロいけるって言ってたから。違う。これ今回麺は、幅広のこのピロピロの麺。そうですね、これが両方特比流で、特比流、こっちが卵白入ってて、はい、こっちが入ってないって感じです。あ、なるほどなるほど。そんな感じです。とりあえずじゃあ、まあはい、いろいろと今日はオーチメン TV さんのこともね知ってもらいたいので、お話もしようと思うんですけど、はい、ひとまず食べてみていいですか。じゃあこれ、あ、じゃあ、はい、じゃあ、はい、失礼いたします。じゃあすいません、いただきます。ね、こうワンタンチックな感じ。うん、そうですね。あ、うめ、めっちゃうまい。麺がめっちゃうまいですね。ちょっと茹でるとき失敗してくっついちゃったからボロボロになっちゃってるんですけど、本当はもうちょっとこう離れてるような、ちゃんとやりたかった。さっきからそのスープも麺もそうなんですけど、めっちゃこだわりがすごくて、作った間にこれは違う、これはダメだっつってずっとやってて、でもやっぱりね、ラーメン作る人はこだわりすごいですね。普段結構動画の中でも、はい、作ってるラーメンジャンルを固定してないじゃないですか。どのジャンルのラーメンとかつけ麺でも作られてますけど、どこで勉強するんですか。いや、もうそれは勘っていうか、あれはどちらか研究チャンネルみたいな感じなんで、あ、で自分の研究の成果を残してるチャンネルみたいな、とりあえずやってみるっていうチャンネル。失敗することもあるし、うん、数こなさないとなみたいな。でもやっぱ動画内の中でも失敗したとかあるんですか。さつまいも入れたらめっちゃまずくなった回がある。魚介なんだっけ、豚骨だった。はいはい、豚骨にさつまいも入れた。さつまいも入れたら全然美味しくない、はい、全然美味しくない結構有名な回なんですけど、失敗した回。ラーメンの入りは独学からなんですか。でも次ラーメン屋さんで働いてたし、店長も出てたんですけど、毎日同じのを作ってるといいのかなって思っちゃって、1個極めたいとかじゃないですよ。うんうんうん、色々やりたいな。仕事だと それはしょうがないんで、じゃあもう趣味からスタートしようって。仕事から1回離れて趣味からスタート。2回目いけますよこれ。早いなこれ、全然話せないなこれ。ちなみにうちのマネージャーもいて、一緒につけ麺を今食う感じです。うちでは初登場ですね。なぜか他チャンネルで普通に顔出して釣りしてましたけど。知ってる人は知ってる。これトッピングのつぼにら。つぼにら自家製らしいです。やば、これやったら飲める。あるな。これで巻かないといけない。多いね、やっぱ。もう食べますよ、じゃあ。これ多分普通に大盛り以上ありますもんね、それ。確かに。こんな感じで食べるんですけど。多分普通の人は1枚ずつ食わないと口いっぱいになりますよね、これ。いいんじゃないですか、生地です、ね。生地。こう普通に疑問なんですけど、ラーメン好きの方ってめっちゃラーメン食うじゃないですか。はい、はいはい、その作ってる以外もやっぱ全然食い歩くんですか。行かないですよね。行かなきゃいけないですけど。実は行かない。行かないんですよ。あ、行かない派なんだ。週1回行けばいい方ですね。他の。あ、もういい感じですか。1回休みますか。
いい感じに。じゃあ次、普通盛り。いやもう、いや、ほんと、普通盛りでいいんですよ。普通盛りで普通、今日は普通盛りで。ちょっと紹介しちゃっていいですか。はい、これは魚介豚骨つけ麺ですね。王道な感じで、要は最初に取ったあのさっきのあっさりしたスープの殻を煮汁を2番出して、はいはい、スープみたいなのと新しい殻を追加して強火で炊いて作りました。てかめっちゃ濃いですもんね、やっぱ、まあ、濃いです濃いです、あのだいぶ濃度が高いような、煮詰めてプラスあのこの麺が、麺はこれもうリスナー麺っていうリスナーの方と一緒に制作しますかみたいな感じで、さっきも茹で時間10分以上かかってましたもんね。そうだいぶ極太な圧縁をちょっと、もうちょい圧縁すればもうちょっと短くできたかなって感じ。誰もだから圧縁の話しても伝わらないですって。ラーメンチャンネルしかないから。極太の、ね、平打ちの特製麺ってことで、そうですね、食べちゃっても大丈夫ですか。はい、どうぞ。はい、ほぼね、フィットチーネみたいな太さなの。すげえな、これコシ強っ。東京のつけ麺さんの茹で加減はこれくらいじゃないですか。うん、まあ平なんで太さはないですけど、イメージ言うとハイチュウみたいな、表面はちゃんと溶け出して火が入ってるけど、中はまだ芯が残ってる感覚っていうんですかね。普段朝食の人なんですよ。すごい食ってるな今日と思って。全然食わないですもんね。なんかもう変態の話しかしてないですね、2人とも。さっきから多分今視聴者さん多分置き去りですね。今回のスープ炊くのに、まあ、どっちも合わせてですけど、どれぐらい時間かけてんの。合計10時間ぐらいですね。大体55ぐらいですね。10時間かかってんすかこれ。大変だ。まだやっぱでも作ったことない人って想像できないじゃないですか、炊くのにどんぐらいかかるかとか、うん、多分今この10時間で会話聞いてたら皆さんまあまあ引いてると思いますよ。まあでも僕も家で炊くとき基本的にげんこつでも圧力使わないようにはしてるんですけど、すごいですね。やっぱ最低でも8時間以上かかるんで、そうするとそうですね、高熱費で破産っすよ本当に。でもかといってそんなに耐えてると僕嫁に夜ご飯作れないんだけどって怒られるからな。最近は圧力鍋使ってました。いやその方がいいっす。はい、ってことでね、はい、2人ともラーメン的には変態な人ってことが、今日の動画でとても分かったと思いますんで、はい、先ほども最初に説明した通り自家製でラーメンを作ってるチャンネルで、もうめちゃめちゃ面白いんで、はい、ぜひね、あの皆さんのお時間ある方はあの概要欄の方に YouTube のチャンネルの方を貼っておきますので見に行ってみてください。ということで改めて今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、最初ごちそうさまでした。ありがとうございました。